お疲れです。お疲れ様です。まあ、皆さんも知っとるのかな、あの社員がまあ飛んで、はい、まあ、飛ぶのはいいんだけど、別にもう建設業なんかもうあるあるだから、はい、別に、まあね、あの飛ぶこと自体はいいんだけど、会社の車まで盗んでいっちゃったんだ、そいつ。はいはい、会社の車盗んでたとか、はい、まあ、作業所はずっと1台は預けとったんだよ。で結局はまあそいつ、まあ、あらすじで言うと、まあ、前の動画見た人はある程度分かっておると思うんですけど、そいつはまあ怪我したわけ、入ってすぐで、すぐ現場、あの会社配属されて1ヶ月の新うちにもう手切っちゃって、で、まあ、仕事できへんよ、はい、でまあしょうがないでっていうことで、あの社会保険かなんか労災使うとちょっと金が入ってくるの遅れるんだな。あれ、ああ、そういうことですね。そうそう、だからもう40万円貸しちゃったんだね、はい、40万円っていうことはないよ、40万円っていうよりもう20万最初に貸して、多分まだ遅れとるからもう一回20万円貸したのかな、はい、ちょっと俺詳しく分かんない、それはまあ経理のやり取りもあるんだけど、はい、で保険が入ったら全部返しますって言っとったのを、はい、保険が入ったら全部使っちまって、保険料で、俺もそれ知らなかったの、事務からも聞いてなくて、はい、で勝手に事務職さんとやり取りしちゃって、はい、月2万円にしますと。2回目、だって1回終わった2回目ぐらいの時に、俺、あれこれおかしいかって、どうなってんの、ね、はい、うん、あれお前保険金全部入ってから返すって言ってなかったって言ったら、はい、いやもう実は入って全部使っちゃってますよ、はい、じゃあお前おかって言って、はいはい、でまあそれはいかんことや、はい、でまあ、車を取り上げたってやって言うとちょっと言い方悪いんだけど、まあ、まあ逃げたりしない、もう自分の車だし、でもう1円もないって言ったの、そうそう、で金も払えてたの、そう、はい、お金払え、で、まあ、今あるもん持ってこいって、給料日15日で16日に行ったんだな、はい、それを気づいたんで、15日の給料明細とかも見るわけじゃん、はいはい、あれと思って、でそれでお前さってどの方のって言ったら、いやもう全部使っちゃったと、保険金も、はい、でお前今日給料日、昨日給料日だろって、はい、まあ、10万でもいいで払えよじゃんって言ったら、もうないと、給料は全部使っちゃってない、はい、1日でそうかもしれないけど、なんもう車のガソリンとかどうすんだじゃんお前、はい、通勤しとんのにって、はい、なんもうこれないと、はい、で親に電話させたら、親からも金借りてるいろいろ発覚したり、はいはいはい、まあ、親御さんからしたら複雑な気持ちかもしれない、この動画見るとちょっと複雑な気持ちかもしれないけど、はい、まあ、でも親からも何十万も借りてる、はい、それはお母さんと喋ったから、まだ、そう、動画でも喋ってるだろ、喋ってます、親とな、はい、でまあそれがあっての1ヶ月ぐらい、1ヶ月経ってないかな、3週間、4週間ぐらいで、いろんなことやってあげて、まあ、うちの会社1人で現場行くことはもう無理だから、知り合いに預けたりとかいろいろやっとったんだけど、はい、でそのもうガソリン代も何もないというもう車、会社じゃあ車もう置いてけと、で飛ぶ可能性もあるもんね、俺からしたら、そうですね、会社に置いてけと、はい、で車の鍵だけはまあ会社に置いてけよって、預かっておくれって、はい、なんか動かさなかったしな、そこに置いてあったら、はい、で作業所で毎日帰っていいよって、で作業車を使って仕事に取られて、はい、まあ市の方のうちに何ともならんもんで、まあ芝浜の材料運びとかそんなんでしか使えへんねお前、はい、まあ、そっちで手伝っていこうって言って、はい、足場浜なんか材料からなんか新品運ぶときに、はい、そのトラックを1トンしか乗って飛んだわけでしょそうですね、はい、そうそう、でそこまでがまあ前回の大筋の流れなんですけど、はい、こっからなんだわこれまた面白い、あのね、あのコメントでどうなったかあれ知りたいって、続編知りたいって言うんで俺送ったわけ、はい、まあ、電話、あの LINE を聞いて、俺は知らんかったんだけど他の社員から聞いて LINE で、まあ、電話して、はい、盗んだままにするとお前警察沙汰になるぞ、連絡くれん場合は刑事事件にしますっていうことだけ送ったの、はい、で、まあ、ショートメッセージも送った、はい、で社員からもまあいろいろ送った、はい、送ったら次の日だ、はい、車返してきたの、あ、帰ってきたんですか、自動車置いてあったらしい、あ、そうなんですか、 何食わるかなポツンとそう、でも連絡が取れんの、何か電話しても、はい、うん、でいろいろこっか、あ、リリちゃん、そうそう、ちょっとリリちゃんいい、そう、ほんでリリーちゃんが今事務所でそういう何人事系のことをちょっとお願いしとるもんで、いろいろちょっと話聞きたいんだけど、車を借りて置いてあったでしょ、なんかノーメイクの方がいいって言われてコメント来とったからね、そうなんですよ、なんかノーメイクの方が可愛いっていうコメントもらうからすごい複雑でなんかそういうの目でくっするためにメイクやってるあらみたいなやっぱナチュラルの方が好きなんですね、そう、全然化粧しないでしょそれ、今日眉毛だけですね、本当に。あ、そうなんですか。で、あいつが郵送で、なんか自分で書いた退職届、手書きで、なんか、うん、一身上の都合により退職させていただきますって書いてある。郵送で来たんだ。郵送でです。なんか、郵送で、その退職届と、あと、社用車、鍵と、保険証を、
返してきましたね、封筒に入れて、うん、で、まあ、退職しますとだけ退職届に書いてあって、で借金は入ってた、残りの借金、いや入ってなかったです、借金入ってないとか決定36円足らなくて36円足らなかった、そうやね、決定足らなくて、え、だからマジですか、今日払いに行ってきましたよ、郵便局に、あ、そういうことね、取り来いって言われて、さらにまたうちの社員のあいつ邪魔するんか仕事ので、まあ、結局警察も行ったわけだよね、あれ警察も行きました、事件の時に、はい、まあ、コメント欄で、まあ、警察どうのこうのって言ったけど、これまた面白いのが、警察行ったら何て言われたって、はい、っと警察行ったら、なんか、うん、その例の彼が本当に飛んだっていう確証がないから、うんうん、捜索とかはできないって言われたんですよ、うん、警察、そうなんですか、意味わからんだろ、ただ、なんかなんだろう、その例えば職質とかでたまたま彼が引っかかったりとかしたら、うん、データとかその免許とかは出したから、うん、免許のコピーとかだから、うん、もし職質とかそういうのに引っかかればこっちに連絡はくれるけど、うん、捜索はしてくれない、要はああいう N システムとかあるのでさ、車ってさ本当盗難とかあったらさ、はい、見つかるんだよね、あ、はい、高速とか、まあ、普通の道路でも全部あれ、はい、あのナンバー見とるんだろう、はい、で盗難車とかだと分かるから、だけどそういうのにはもう一切ダメってことだよね、多分そうです、そういうのはしてくれないっていう、盗難扱いではないから、はい、で警察がちょっともう確実に取るのだね、それなのに証拠がないで、そんなもん証拠って一番ねえんだからあれそうなんですか、結構その、まあ、借金しちゃったってこととか刑事に話したら、まあ、その彼がとんでもない人間ってことはすごい分かるけど、もしかしたら仕事に行ってそこでなんか誘拐されたとか意識がなくなって動けないっていう可能性も抜きにしもあらずだからっていうふうに言われて、そうだけどもみたいな、意味わかるだろう、意味わかんないですもう本当になんかね、ね、どっか行っちゃっただけで、はい、道に迷ってるだけかもしれんから、はい、事件にできんからって言われたんだと、やっぱりちゃんとした確証がないと動いてくれないらしいですね、うん、警察って、でこれさ、また次これもう一個面白いことがさ、で、はい、なんか借金取りから連絡が来たんだよね、はい、そうです、それ言ってもう何回もそいつがかけてくるもんで仲良くなったんだよね、そう、仲良くなったんだよこうです、ああですって言ってやり取りしてるうちに、はい、まあ、仲良くしないけど情報交換お互いにしましょうと、はい、こっちももう今捕まんない状態だから連絡も取れない状態だから、はい、向こうも連絡取れない状態だからって言ったら、はい、なんか向こうの方に連絡あったんだでしょ、そうなんですよ、うん、向こうの方に連絡あって、さっき彼と繋がりましたよって言って、うん、で今まで仕事してましたって言ってたよって教えてくれて、いや来てないけど飛びっぱなしだけどみたいな、うん、あ、今電話かかってきて何日間かそいつも、まあ、借金取りに電話してないわけだよね、そうです、多分5日ぐらい放置してたんですかね、多分竹藤とか IK でしょ、町金みたいな感じでしょ、竹藤とかああいうアコムとかなんか、どうなんだろう、なんか消費者金融ではなさそうなんですけど、その給料日にちょっとずつ返していくよみたいな商品らしいんですよ、うんうん、あ、物を買ってんだ、普通に借金だとは思うんですけど、うん、その給料ファクタリングっていう会社名なんですね、あ、それ会社名じゃない、そういう商品っていうか、給料ファクタリングっていう、ね、商品っていうか、なんだろう、そういうもので、あー、ローンの携帯みたいな、そうで、ローンの、そんな感じで給料日にちょっとずつ返すよっていうスタイルらしいんですよ、そういう商品で、あの給料が15日なので、あ、そうです、15日で本当に下ろしていいのかみたいな確認の電話が、まあ、向こう繋がらなくって、うんうんうん、でまあ借金のところは繋がって仕事してましたって言って、うん、全然仕事してないよね、とんでもない、そうですね、電話した瞬間になんで電話してこなかったのって、いや今まで仕事してましたか、そう違うよ、100メートルぐらい走ってから電話したんですか、お金は大丈夫なんですかって聞いたら、うん、あ、なんとか大丈夫ですって言ったらしいんですよ、あ、払いますと、一応彼には私たちが繋がってることは多分秘密なんで、うんうん、まあ会社に連絡し合うよとかそういうのは多分言ってないと思うんですけど、うんうん、だけど、あ、お互いにもうかかってきたよと、で俺らにはかかってこないかかってこないです、刑事にもかかってきたらしいです、そう、でうちもあのまだ給料差し押さえてないわけ、はい、これあのコメント欄でもちょこっと言っとったけど、俺もまあね、プロの労務士がもう顧問に入ってるから、俺は絶対に借金があってもね、でもこいつの給料ボンってうちの会社に持ってることはできんわけよ、はい、一回そいつに手渡して俺はもらうことしかできんわけ、ああ、そういうことですか、だからもうそいつはもう書類を送ってきたけど、あいつはね、で一回会社に来なかった、はい、ああそういうことですか、コントか金が未払いのままになっちゃうので、はい、経理上ね、うん、でもちろん給料もあるだけど借金もあるから、給料手渡して、まあ、いくらかは自分で欲しいって言うんかわからんけど、はい、俺はそこからもらわない、あ、そこで総裁はできないですね、その総裁勝手にこっちでやると違法なんだ、へ、会社ってなんで違法なんだって感じだから、そうですねそう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 、だけどまあそれはまあ違法なんで、うちもやってません、あの視聴者で心配してくれてる声もあったんで、
大丈夫ですかって違法な、まあ、それはうちも労務士さん行政書士さん、ね、税理士さんって入ってるからその人たちに相談しながら、まあ、書類は進めてるんですけど、まあ、今まで鍵とかも全部送ってきた状態だよね。そうです、はい、なんか今さっきその彼のなんかアディーレ法律事務所から彼の債務整理の書類来たんですけど、社長ご存知ですか？あ、知らん知らん。え、ちょっとガチの話、ちょっと持ってきます。債務整理、何ですかそれ、新たなマジこれが来たらしいんですけど、アディーで法律債務整理開始通知、この度来年の時導入債務権利の含めは、あ、破産宣告したんだ。え、マジやば。家族の連絡や取り立て行為は一切行わないようお願いします。混乱を避けるように今後、あ、依頼者や家族の連絡や取り立て行為は一切行わないようにお願いします。もう破産したって、ああ、もうだってもうあっちこっち借金あるんだ。で、親がもう弁護士使ってやったんだ。やば。やば。お前名前さらすぞ、お前。善意で借りた金ぐらい返せやん、ほんと、人間クズだな。そうです。借金がひどい人が、弁護士がこうやってやってくれると、結局払わないわけね。破産宣告しちゃうから。へー。債務整理開始通知。もうこれ見せたのか。うん、名前だけ、名前と住所だけはまあちょっと映してるけど、で家賃ももちろん払ってないわけよ。で荷物もくっちゃくちゃのままで出てるし、はい、あの所有権留保物品がある場合には当職宛てにご連絡ください。あ、万が一占有者の承諾を得ないまま引き上げ行為などを行った場合には刑事的責任を問われる場合がございます。車のこととか、車だね。ローンもさ、あいつ嘘ついて50万か60万か70万しかないって言って170万があったもんが、あれマジですか。そうそう、で、あれ自分が売る売る売る、でもはい会社辞めたかったもんで、ね、はい、売る売る売るって言って、はい、別に俺が売れって言ったわけじゃないんだよ。あいつが勝手に売るところにも相談して、はい、で会社に電話かかってくるわけよ。で、お前ちょっと連絡が来とんのないんだけど、お前こんなローンの残高証明書とか出さんと相手ダメって言っとるぞって言ってアドバイスをしちゃったんだろうね。でも売りたいから自分で勝手に動いてたわけよ。だって40万か50万のさ、うちの会社のそんなもんだったら払った方がいいじゃん。はい、弁護士使ったら相当でしょ。んで車返してきたりいろいろしてんだ。あ、結局刑事責任取らされちゃうもんで、はい、親にも俺言ったじゃん電話で、はい、だって刑事責任はもう関係ないもんで、債権は債権なんで、ね、刑事責任じゃないじゃん。怖いな、すごいね、こう動き早いね。すごいですね、あいつどんだけ仕事ちんたらやったかと思ったら、こういうことめっちゃ早いんだ。車売るの もう突然すぐ動いてたし、はい、あいつがもう勝手に動いて、まあ、社長車ちょっと持ってきたいです、はい、どこに乗っていくんだって言ったら、いや車売るんでって、はいはい、もうこいつ飛ぶなと思ったもんだ俺も。あ、そのまま、うん、はい、もういいよ別に見に来てもらえよそんなもんって、はい、車屋さんが見に来るって言って、はい、見に来てもらったらしいんだわ、はい、結局借金がある車なんか買えませんよって。ああ、ベコベコだし、はい、だから今度俺にそのあいつが言ってきたのは、まあ、そいつらがいきなり紹介してくれましたと、違う買取会社を、はい、その買取会社はもうローンが残っとっても買えます。もうそのバカじゃない、もうその散々人の嘘つきにできてるもんで、ね、やめてくれやつの、はい、お前だって車やが、なんで他の車や紹介するんだ、お前嘘つくんじゃねえって言ったら、すいません嘘ですとか言って、調べて、はい、すっごい動きの速さだよね。書類1個くれとかさ、仕事やってみたいなやつって、もう本当にいいんだけんじゃん。そうですね、ちったらちったら仕事もやってさ、すごいな、あの動きの速さはね。もうだって飛んだ次の日ぐらいには相談しようはずよ、17日付けだもん。あ、いや本当そうですよね、飛んだ次の瞬間ですね、もう多分、うん、16日とかにはもう弁護士の方行って、まあ17日に行ったのか16日に行ったのか、だけど中2日ぐらいでしょ。はい、アディーレのテレビ見てすぐ電話しに行っとるじゃない。アディーレ法律事務所なんか有名だよね。はい、うわ、こんな来たの、今日来たの。今日ですね、多分今日来たんだと思います。へぇ、他の事務員の子がこれ分かるって言われて、うん、何これみたいな。ほんとやばいね、やばいな、ね、代理人を立てたからもう代理人としかやったらないよってことだな。あ、これ終止符ですよ、終止符がさ。そんなもんかな。まあ、個人事業主の方とかもみんなあるけど、でもね、俺は思うけど、こういう一部の人がおるから人を雇わないっていうよりは、もうこれも月も、もうこれも建設業の当たり前の世界だし、こういう中にも光る子もおるからさ、やっぱ金にだらしなくても成長していく子っておるから、まあね、いろいろこれから会社を大きくしていこうと思うと、またこうやって借金とか、こういう景気が悪い時ってこういう事件も起きるんだわ。本当に俺ももう十何年やってるでしょ。はい、なんか金が止まらないから、もう本当に多分10件どころじゃない、何十件なのね。そうなんですか。
最後にまあこうやってね景気悪いけどあの求人サイトってあの求人道場、はい、求人道場で今300社350社ぐらい来てるかな登録されてるんであのぜひそっちも見てください。だからあの今もう求人もいっぱい出てるんでぜひねまた近くでまだね1000社2000社になってくると家の近くでも出てくるかもしれないですけどまだ求人自体が150社ぐらいしか出してないかななんであのね家の近くにない人もいるかもしれないけど、まあ、ぜひそっちの方も見ていろんな会社結構出てるし、あの中小企業一人型でも出せるんで、ぜひ皆さん出してください。よろしくお願いします。お願いします。また見てねー。